シュリーナガルはインドジャンムーカシミール連邦直轄領の下記の首都であるカシミール渓谷を流れるインダス川の支流であるジェルム川の両岸に位置する湖とそこに浮かぶハウスボートで有名でまたカシミール地方に伝わる伝統的な手工芸品とドライフルーツでも知られているデリーから 876km 北にあるシュリーナガル地区の主婦である2011年現在 の人口は約119万人。日本においては、英語表記をカタカナ読みし、スリナガル、スリーナガルと表記される場合がある。現地語である、カシミール語では、シリーナガーと発音される。カシミール地方の地図、約2000年以上前、王プラバラ製な二世により、シュリーナガルが創建された。紀元前3世紀には、マウリア朝の一部であった。 アショカ王は仏教をカシミール地方に伝え、この地域が仏教伝播の中心地となった。1世紀にこの地域がクシャーナ朝の支配下となり、ここで仏教文化を強化した。ウッチャインのオービクラマーディティア及びその後継者が6世紀に粉俗に支配されるまで治めた。ヒンドゥー教徒と仏教徒の統治は14世紀まで続き、その後、 イスラム教勢力の侵略によりイスラム教徒の支配下となった。ユース・フシャーチャクの治世の間ここは首都だったが、アクバルによってムガル帝国の半島に組み入れられた。1七百七年のアウラングゼーブの死後、ムガル帝国の分割にジョージ・バシュトゥンビトが浸透し、ついにシュリー・ナガルを数十年支配した。ランジート・シングは八百十四年にシュリー・ナガルを含むカシミール帝国を 自身の王国に併合し、以来この地域は、シク教徒の影響下となる。1846年、ラホールにおいて署名されたシーク教徒支配者とイギリスの条約によって、イギリスは事実上この地の総資権を手に入れた。イギリスは、グラーブシングを、独立したカシミール地方の統治者として任命し、シュリー・ナガルをその半王国の首都とした。インド・パキスタン分離独立後、 パシュトゥーンビトを中心とした民族は、パキスタン軍の指示を受け、シュリーナガルとかシミール地方全域を軍事力で掌握しようと試みた。これは、当時の統治者、ハリシングがイギリスから受託していた統治権に反しており、反王国の統治者はインド分割時に、インド、パキスタンのどちらに帰属するか、または独立するかの選択権を持っていた。ハリシングは1948年に、 インド政府と共にイギリスに対し国民投票を実施する条件で今後は独立国となったインドへ帰属する旨を記した制約書を提出。その後インドはシュリーナガルを含むカシミール地方に軍隊を送りパキスタン側勢力を制圧した。インド及びパキスタンの対立は国際連合の場にまで持ち込まれ停戦しているが一部地域は パキスタン側の実効支配となっている。シュリーナガルについては、以来インド側の支配地域となっている。2019年8月5日、インド政府は憲法第370条で、ジャンムーカシミール州に認められていた特別自治権の剥奪を決定。シュリーナガル市内では、反対派の活動を抑え込むために4人以上が参加する集会が禁止され、多数の政治家や、 地域の指導者、活動カラーが拘束された。インターネットや、携帯電話の接続も2週間以上停止した。ジャンムーカシミール連邦直轄領は、カシミールダニ、タウィダニ、ジェナーブダニ、パンチ国、シンドタニ、そしてリッターダニなど多くのタニが存在する。カシミールダニは、ヒマラヤ山脈によって、ラダックから分けられ、西及び南から取り囲むピールパンジャル山脈によって、 北インドの大草原から切り離されている。シュリーナガルはインダス川のシュリュージェラム川の両岸に位置し、その町の中心にダルコとニギンコがある。シュリーナガルとダルコの風景。ハウスボートが浮かび、水上バザールで賑わうダルコはシュリーナガルのシンボル。シュリーナガルは標高が1600メートルほどであるため4位から6月の夏季でも温暖で、デリーなどと比べると涼しく。 主に山岳生気候である。12月から2月の冬季は寒冷である。12月から2月は例年降雪が見られ、西約4 0トルにあるグルマルグは、インド国内有数のスキーリゾート地として知られる。カシミールの伝統産業である絨毯、織物、カシミア糸の製造、販売に関連した経済活動が盛んである。これらの産業は2014年10月の豪雨災害で、 少なからず被害を受けた。古くから秘書地として栄えており、ホテルとして営業する高価なハウスボート群が知られている。カシミール紛争やテロ活動の煽りを受けて観光客は激減している。2006年現在もシュリーナガルに向かう路線バスが手榴弾で攻撃されるなどテロが頻発している。ありがとうございます。